1909年にドイツで創業したエンジン製造会社である。高級車メーカーとしても活動した時期を経て、1966年にはダイムラーベンツの参加となり、1969年にはモートーレン・ウント・タービナン・ユニオンと改名された。2002年にはダイムラー・クライスラーにおける高級車ブランドとして復活している。本項目では、主として高級車、ブランド、 商品名に関して記述する。エンジン製造会社としての記述は、マトゥー・フリー・ドリヒス・ハーフェン、マトゥー・エアロ・エンジンズを参照。マイバッハ・ツェッペリン DS8 マイバッハ SW42939 ゴットリープ・ダイムラーと共に、エンジン研究を行っていたビルヘルム・マイバッハが1909年に、息子であるカール・マイバッハと設立したのが始まりである。ビルヘルムは、 当時のダイムラー社の主任技師として、1901年に発売されたメルセデス第一、e、号車を設計。1909年にダイムラー社を去り、ツェッペリン伯爵のために会社を設立した。飛行船、ツェッペリン号に搭載された V 型12気筒エンジンを製作していたのはマイバッハであり、これにより世にその名を知らしめることとなった。 1920年代から1930年代にかけて、マイバッハ車は高級車を設計、販売していた。その位置づけは、極めて高く、代表的な車種であるマイバッハツエッペリンの価格は3 6 0 0 0 r m で、当時のドイツの最高級車である、グローサーメルセデス770に次ぐものであった。第一次世界大戦後は、自動車や鉄道車両用のエンジンを製作した。 1935年以降、第二次世界大戦終結まで、ドイツ軍戦車のガソリンエンジンは、ほぼマイバッハが独占していた。1952年のカール・マイバッハ引退を機に、ダイムラー・ベンツが50%の株式を所有するようになり、後に参加に収められた。その後ろ身であるマトゥは、鉄道車両、船舶、軍用車両、 産業用などに向けたディーゼルエンジンの製造を行っている。国鉄 DD91 系 DD54 型ディーゼル機関車にエンジンが使用されていた。マイバッハ 62-57S1997 年、ダイムラー・ベンツは東京モーターショーにメルセデス・ベンツマイバッハという名称の S クラスをベースとしたコンセプトカーを出展し、マイバッハを復活させることを決定した。 2002年に新設されたマイバッハブランドからショートホイールベースの57とロングホイールベースの62が登場。57、62のモデル名は口実のようにそれぞれ車体全長を表しており、57の全長は 5723mm、62のそれは 6165mm である。これらのモデルには、 高度な技術と厳選した素材が使用されており、車体剛性の高さと、それによる安定性や NVH 性能は既存の S クラスをはるかに上回る。装備や仕様はオーダーメイドであり、内装の化粧板を大理石にすることも可能で、市販されているものとしては最も高額な乗用車の一つであった。搭載される M285 型エンジンはサイチェシーの水冷。 V 型12気筒で各バンクにターボチャージャーとインタークーラーを装備するツインターボである。5513cc の排気量から 550PS5250rpm の最高出力と2300から 3000rpm の範囲で 91.8kgm の最大トルクを発揮する。駆動方式は大容量の5速 AT を介した後輪駆動である。 2005年のジュネーブ賞にて、よりパワフルなエンジンと専用内外装を持った、スペシャルモデル 57S と 62S が発表、追加された。搭載されるエンジンは、排気量を 5980cc に拡大した V12、最致 C ツインターボで 612PS、4800rpm と1000 n m 2000rpm を発生する。 2007年11月の中東国際オートショーにて 62S をベースとした62ロンダレッドを発表。このモデルは1920年代や1930年代によく見られた後部座席側のみのルーフを開閉可能なソフトトップにした専用のランドレッドボディが与えられ、室内前後は電動パーティションによって仕切ることができる。 翌2008年1月に限定で生産されることが決定した。なお価格はベースになった 62S の倍以上であった。2006年には2ドアクーペのマイバッハエクセレロを発表。しかしこれはコンセプト。なお競合ブランドであるロールスロイスやベントレイがドライバーズカーであるクーペやコンバーチブルを豊富に揃えていることとは対照的にマイバッハは ショーファードリブンを前提としたリムジンのみであった。2009年の巡礼武将にて戦前のモデルと同じセッペリンの名を冠したモデルを追加。このモデルは世界限定100台で57と62に用意され、専用内外装と最高出力を 640PS に引き上げたエンジンが搭載された。2011年11月にライムラーは2013年までにマイバッハブランドを 廃止すると発表。約10年間にわたって BMW 参加のロールスロイスやフォルクスワーゲン参加のベントレイに匹敵する超高級車の生産に力を注いだものの、思うような利益が出せなかったという。社名の由来、編集東京モーターショーでの初公開車両でも見られる通り、当初はメルセデスベンツマイバッハという名称を持ち、 メルセデスベンツブランドの最上位車種とする予定だった。公開されたコンセプトカーにもメルセデスベンツの3ポインテッドスターが装着されていた。しかし当時の経営陣は S クラスこそが最高のメルセデスであるというマーケティング上の戦略を優先し、マイバッハを独立したブランドとして復活させることに決定した。なおこの決定に最後まで反対し、 予定通りメルセデス・ベンツ・マイバッハとして販売すべき。世界的知名度のないマイバッハではなく、メルセデス・ベンツのネームバリューを活用して展開すべきと主張したのは、現代村 AG 代表のディーダー・ツェッチェである。なお、ビルヘルム・マイバッハは、ゴットリープ・ダイムラーと共に、世界初の4輪、ガソリン自動車を発明した人物で、ダイムラー、カール・ベンツと並び、 ガソリン自動車の発明者の一人に数えられる。モデル名の由来、編集初代、新米ワッハのモデル名である、62や57という二桁の数字は、これら車種の想定顧客である、富裕層に馴染みのあるヨットと同様、その全長に基づく。実寸は57が 5723mm、62が 6165mm となる。なお、 後述する二代目モデルはベースとなった S クラスと同様エンジン排気量のおおよその数値の上3桁の数字で示されている。ギャラリー編集メルセデスマイバッハ S クラス2012年に宣言通りブランド廃止生産終了とされたマイバッハだったが2014年にロサンゼルスで開催のロサンゼルスオートショーにて メルセデスのサブブランド、メルセデスマイバッハとして復活した。実質的な2代目モデルとなる。2016年現在で用意されている車種は、メルセデスマイバッハ S500、メルセデスマイバッハ S504 マチック、メルセデスマイバッハ S600 の3モデルである。なお、S500 は日本市場向けには S550 に名称を変更し販売されている。 各車種ともに S クラスの鉱石部分を約 200mm 延長したモデルであり、車体前後のデザインは変えておらず、事実上 S クラスのストレッチリムジン版である。2015年のジュネーブーでは、さらにホイールベースを 1053mm 伸ばし、前高も約 100mm 高くし、対面式4座の鉱石を持つ、メルセデス・マイバッハプルマンが発表された。 販売開始は2016年から価格は50万ユーロからと公表された。メルセデス・マイ・バッハのモデルには通常のモデルとともに攻撃や爆発などからの乗員保護を目的に特別設計された用人向けの防弾車も用意されており2016年2月にメルセデス・マイ・バッハ S600 をベースにしたメルセデス・マイ・バッハ S600 ワードが発表され9月には メルセデスマイバッハ S600 プルマンをベースにしたメルセデスマイバッハ S600 プルマンガードも発表された。なお、サブブランド化に際し、ノーズにはベースとなった S クラス同様にスリーポインテッドスターが装着され、マイバッハのエンブレムは C ピラーに配される。また、リアの左側にマイバッグの右側にはモデル名のエンブレムが配されている。なおこれは、 AMG GT 以降のモデルにおけるメルセデス AMG の車種と同様である。2016年にはメルセデス AMG S65 カブリオレをベースとした4座オープンカーメルセデスマイバッハ S650 カブリオレを発表。同年11月16日に開幕されたロサンゼルスモーターショーにてワールドプレミアされた。これは S65 カブリオレの動力系はそのままに。 内外装をさらに豪華にしたモデルである。リムジンモデル同様、各所にマイバッハのエンブレムが配される。全世界で限定300台のみの販売とされる。2017年2月、メルセデスベンツ G クラスをベースとした、メルセデスマイバッハ G650 ランドレーが公表された。メルセデス AMGG65 をベースとし、足回りにポータルアクスルを採用。 地上高を 450mm まで上げ、アクロ走破性をさらに向上。またホイールベースを 60cm 延長し、二人掛けとされた後席には、マイバッハのサルーンと同様のリクライニング可能シートが装備されている。前席と後席の間には、ガラス製の格納式パーティションを備え、インフォテインメントシステムや、後席専用エアコンシステムも装備される。後席の頭上は、 開閉式電動ファブリックトップとされており、自動車メーカー製高級 SUV としては随一のヨンザランドレーとなる。3月に開かれるサロンアンテルナショナルドロトで初公開予定。また、販売台数は世界限定99台の予定。エンジンとテクニカルデータ、編集ギャラリー、編集初代、編集初代、新米ワッハの販売については東京都港区に、 メルセデス・ベンツ日本局への六本木ショールームが新設され、そこで行われた。訪問には、事前予約が必要で、日本に3人のみのパーソナルリエゾンマネージャーと呼ばれる、専任の販売員が担当した。通常、商談は原則1日一組であった。車両本体以外に、外販色や内装材の見本がすべて取り揃えられており、色の組み合わせや、 素材の手触りを実際に確認してから注文することができた。セールス担当者が顧客の下で出張商談を行う際には、これらの素材をコンパクトにまとめた営業ツールを持参していたという。2002年9月登場時の日本での販売価格は約4、100万円からとなり、最高級のオーダーメイドプランを組んだ場合は1億円にもなると言われた。 装備の価格例としては、サンルーフが約180万円、電動パーティションが約400万円などで、パーティションとセットでインターコムシステムが装備される。各、モデルとも約150万円の追加により、右ハンドル使用者も選択できた。その後、数度の価格改定を経て2010年後半時点では、57の右ハンドルで約50円となっていた。 なお、2010年7月22日に日本市場に追加されたマイバッハランドレーの価格は1億4200万円からであった。車両の購入にあたっては代金を銀行振込とすること以外に特別な購入条件などはなかったという。ただし、任意保険の加入条件は保管場所の要件を含めそれなりに厳しかった。納車の際には 顧客の指定した時間と場所まで専用のトランスポーターで運ばれる。アフターサービスについては直営のマイバッハ SLR サービスセンター東京が担当し、中軽度の整備及び修理については全国4カ所のメルセデス・ベンツ指定サービス工場内に設置したマイバッハサポートセンターがごく軽度なメンテナンスについては全国のメルセデス・ベンツ指定サービス 工場ネットワークが担当している。なお、マイバッハ SLR サービスセンター東京は2011年にメルセデスベンツ品川に移常されているほか、新潟市の柳瀬には57が常時展示されていた。初代モデルの販売台数は2010年半ばまでにマイバッハ57とマイバッハ62を合わせて、 全世界で累計2600台以上であり、日本においても150台以上が販売されたという。2006年の日本での年間販売台数は18台であった。メルセデス・マイ・バッハ編集初代モデルの販売終了とブランド一時廃止を経て2015年2月25日にメルセデス・マイ・バッハ S クラスが正式に発表され、同日より発売された。 価格はいずれも消費税込みで、メルセデスマイバッハ S550 ガニ200万円、メルセデスマイバッハ S600 ガニ600万円と、仙台の57と、また S クラスの最上級グレードである、メルセデス AMG S65 ロングと比べても安い価格設定となっている。なお、原則として、前述の専用ショールームのみでの販売とされた仙台と異なり、 全国各地のメルセデスベンツ製機ティーラーでの販売となる。同年9月10日には四輪駆動モデルメルセデスマイバッハ S554 マチックを追加発売し、既存のメルセデスマイバッハ S550 を従来の左ハンドル仕様から新たに右ハンドル仕様へと変更した。メルセデスマイバッハ S554 マチックの価格は 価格を据え置いた同 S550 と同じに200万円だが S550 には標準装備のマジックボディコントロールが未装備という違いがある。なお S600 は左ハンドル仕様のみとされている。2016年9月15日にはメルセデスマイバッハ S600 プルマンが追加発売された。販売は一部のメルセデスベンツ正規販売店のみを通じてであり、 最短12ヶ月の納期を要する完全受注生産。加えて、日本市場向け販売台数自体が金賞であると発表されている。価格は8、800万円。2017年1月16日には、特別使用者、メルセデスマイバッハス6 5 0カブリオレが発売された。世界限定300台のうち、日本市場への割り当ては4台。 このうちの1台は広報写真と同じボディカラーとなる限定仕様が設定され残りの3台はボディカラーインテリアカラーインテリアトリムソフトトップから3000通り以上の組み合わせから選択するオーダーメイドとなる価格は4420万円なお注文受付は発表日から同年1月31日までの期間限定となるありがとうございます